旧台湾東京鉄道太平駅太平区は台湾台中市の四角区。太平区の旧名は鳥松島、鳥、羊島、鳥獣頭、諸主島などが伝わっている。その由来としては数々の説があるが、いずれも明確な証拠がなく、諸説噴々の状態が継続している。台兵の由来は台兵林家が祖山、なぎさ山に物宮倉を設置し、 入植者を保護したことから、太平と命名された説と、日清戦争後に、日本軍が駐留すると各地で、日本統治に反対する勢力との衝突が続いたが、この地に至った時は何だ抵抗を受けることがなかったので、太平となったという説がある。1895年、太平は、現在の台中市中区、東区、南区前に行き、西区、北区。 カラスヒクの一部と合わせて愛教保と称され、1895年以前は台湾不台湾県愛教保と称されていた。下関条約により日本に割譲されると、1896年に台中県台中弁務所愛教保と、続いて1901年に台中町愛教保に改称された。 1920年の地方行政区の改正で、大中州大田室群と解消されると同時に、太市を大いに改めた和風照明太平省が誕生し、1945年の終戦により、大中県大田室区太平座と、1950年に大中県太平座とと解消された。1996年、市政が施行され、太平市が誕生した。 2010年12月25日の体中検士が合併、直轄死傷閣に伴い、太平区と解消され現在に至っている。区長国外国立金近畿技大学太平、この嘘文物館五国政領事、州、町の一、管轄区域及び軍師の名称、一、管轄区域、大正9年8月10日、台湾総ただしフレ第47校。ありがとうございます。